皆さん、こんにちは。コモディティインテリジェンスの近藤でございます。今日も金と原油についてお話申し上げます。金の月足を、長い目でですね、これは2005年からのチャートでございますが、2011年に一度値上がって、それからまた下がって、横ばいが何年ですかね、2011年から2020年まで、9年間ですか、横ばいが続いてました。2018年の夏から、どうも上がるかなという感じがしていたんですが、これほど上がるとは思ってなかったんですが、去年に入って、2020年に入って、新型コロナウイルスの影響で、過去最高値をつけました。2069ドルですかね。ダウ平均株価が下がると金の価格が上がるという法則は一つあるんですが、現在はどうでしょうかっていうのは先週に2回連続で右下のチャートでございますが、2本連続で陰線が出てます。これはニューヨークダウが急落したということですね。3万ドルを切って、急落しているというところでございますが、この時に金は特に上がっていません。ダウ平均がこう下がったのに、金価格は若干ですけど、ほぼ横ばいですね。というので、株が下がると金が上がるという法則はここでは当てはまっておりません。なぜでしょうかということを簡単にご説明しますと、この株価の下落についてはご承知の方も多いかもしれませんが、ゲームストップという会社の株価がこのように、ずっとこれ半年前なんですけれども、去年の8月、9月は全然横ばいで普通の株価が18ドルぐらいだったんですね。それが、ここから急激に上がったわけですね。これはレディットっていう、一つの株式投資家の見るようなサイトがありまして、そこのサイトでみんなが買おうということになりまして、これゲーム配信、会社の、小さな会社なんですけども、ゲーム小売会社ですね。ゲームソフトの小売会社ですね。ここの株価がこういうふうに急騰したわけですね。従いまして、この急騰につきまして、ショートセラー、つまりファンドのですね、いわゆるショートセリングというものを戦略の一つとしている、ファンドのいろんな戦略がありますけれども、事件が起きると、それに対して反応するというようなやり方とかですね、いろんなやり方がございますけれども、一つのやり方でショートセリングという手法がございます。つまり株価が実態に反して非常に高くなっている割高株を空売りするという方向ですね。それをここのところでやったわけですね。で、どんどん下がったんですが、実はそういったファンドを潰そうという動きがこのレディットを中心にして、個人投資家がですね、買い支えたってことですかね。それでこのように反発しちゃったんですね。それで、ショートセリアも途中でもう損失が膨らみましたんで、買い戻しをしたもんで、もっと上がっちゃったわけですね。ということで、個人投資家が勝ったっていうことなんですけれども、そのファンドの方は大量に損失を出しましたので、大きな損失を出しましたので、その損失を穴埋めするために他の株を売ったということで、株価が下がったということが一つの原因だと考えられます。これはウォールストリートジャーナルの一つの解説でございますけれども、その後でロビンフッドなどのネット証券ですね。この証券会社はこういった荒く動く株につきましては、証拠金が必要になりますので、証拠金が払えなくなって、こういった取引の仲介を受けないということが発生しましたということが付属的なお話でございます。こういうような一時的な一部の株の銘柄の下落で起こったことでございますので、今回は、新型コロナのどのこのとか発生とかそういったことではあったわけでは、下がったわけではなくて、こういった一つの個別要因で下がった株ですから、金価格はそれほど反応していないということですね。いずれにしても、ニューヨークダウ平均株は、これはドルですけど、ニューヨークダウ平均株は非常に高い水準にあります。ずっと右肩上がりでずっと上がってきてますので、これですね、ニューヨークドルのダウですね、ニューヨークダウですね。ダウは、去年の3月を底にしましてずっと上がってまして、過去最高をね、$31,000を1月につけてますから、まあ少々、調整局面があってもおかしくないという情勢であります。これからやっぱり、ワクチンの接種が大量に行われますと、順調に行われますと、やっぱり株価はどちらかというと強いですね。ということで、また上がっていく可能性はございます。次は金とドルについての話でございますが、ドルは去年の、3月ですか。3月20日までは、最初は新型コロナで、ドルが安全資産としてのドルが買われたんですが、その後、景気の悪化によってドルも売られてきまして、今非常に悪くなって、1月8日今年の初めが底値になってまして、これからちょっと盛り返して、まあそれ以上下がらなくなってますが、ドルが下落したってことなんですが、それが金が上がったってことも解説にはなるんですけれども、ここのところではドルは反発してまして、金は若干では下がってますが、それほど大きな相関はないってところですね。長い目でドルの動きを見てみました。これは2018年の初めに底値だったんですね。為替についてはそういう動きでございます。次は、ワールドゴールド監修からつい最近出ました。だいたい1ヶ月遅れぐらいで過去の四半期の、つまり今で言えば、去年の10、12月期、第4四半期、トータルしまして2020年全体を集めたゴールドディマンドっていうレポートが出ます。ワールドゴールド監修から、まあ、金の需給について、去年の需給、あるいは四半期ごとの過去からの需給がずっと連続的に出てますけれども、それを若干分析してみましょう。2回にわたって分析いたします。今回は、去年の分析ですね。次回は、来週は、金の価格と需給についての関係を、少し研究したいと思います。2020年の去年の金の需給について、ワールドゴールド監修のレポートからいきますと、まあ、一般的にこの黄色いところに書いてあるのは、金の需要は投資需要と加工需要及び政府保有金需要の3つに分かれますと。投資需要の中には、ETF と金塊コイン。今回ちょっと金塊コインの、あれは出してませんけれども、金の ETF を中心にして投資事情をお話します。それ加工用ってのは何かっていうと、金を加工して宝飾品にするとか、それから工業用は、まあ、ボンディングワイヤーですね。IC 半導体のボンディングワイヤーに使ったり、歯科用の需要ということになります。歯医者の金歯はもう最近はあまり見かけられないですけれども、もっぱらセラミックの歯になってますけれども、金歯だと、笑うと金が出てくると殺されやすいんですね。その金を奪う人がいるわけで危ないってことで、まあ、金歯は最近少なくなってます。いずれにしても金とかプラチナってのは耐食性に優れた金属でございますので、歯の中ってのはいろんなコロナウイルスもはじめとしまして、たくさんの細菌がいるわけですが、そういったものに腐食されないっていうのは、金の一つの特徴でございます。さて、2020年、去年につきましては、投資用の需要、金の投資用需要に支えられた年であったと。金の ETF 需要は過去最大でございまして、こういうように、右肩上がりに、ETF 需要は上がってますと。このところですね。売られたところもありまして、これ後で出ますけど、資金のこっち下向きは資金が逃げたってことですが、こういう時もございます。よいしょ。次は、金の ETF の四半期ごとに見たやつですが、先ほど見ました下向きのところもたくさんありまして、この第4四半期、つまり、去年の10、12月期は、この下向きに下がっ、資金が流出したってことですね。ETF っていうのは長期で保有する人たちというよりは短期の保有で、株価と同じような見方をする方々が投資をされますので、ETF は、売られたこともあるわけですね。残高としましてはこれだけ増えてまして、2280億ドルの残高になってます。ということですね。約2兆円ですかね。はい。これは表で、ずっと買われてたものが売られた、第一四半期。四半期ごとの表では2019年からずっと買われてましたのが売られたってこと。このグラフと同じですね。宝飾品需要の方に参ります。今回ちょっと金塊と、コインの需要は車掌してますけれども、金の宝飾品需要と同じような動きをしております。いずれにしても宝飾品需要は下がったってことですね。特に、この2月、3月、4月、このあたりが5月までですかね、非常に、悪くて、金の宝飾品は売れなかったってことですね。そして今現在は回復、ある程度回復してますが、過去形ほどではない、この傾向線で言いますと、ちょっと宝飾品需要は減少傾向にあると。2010年からの傾向ですけれども、ということにありますと。ということで宝飾品需要は、このように一番右側の表では、だいぶ縦棒が減ってますよね。34% 減になりましたと。宝飾品需要は過去最低ですと。ですね。去年の宝飾品需要は過去の年間では最低の需要でございました。特に中国とインドで買われなかったってことですね。中国の方へ行きますと、二つの減少。一つはコロナによって、宝飾品を買うどころではないという話だったんでございますが、もう一つは、若者がちょっと軽いもの、高いものというよりもデザイン性の優れたものに興味を集中してまして、そういうものでないと昔のような24金の非常にキンキラしたものはちょっと最近受けないわけですね。それを合金にしまして、銅とか銀とか入れまして、合金にして、それでも軽くしてというのが、合金にしなくて24金そのものでも軽いものができました。18金の合金もありますけれども、24金の軽くて、硬い。普通24金は柔らかいんですが、硬い24金を作ったんですね。それで、そういったものが売れるようになりましたということでございまして、そういうような対応はしてるんですが、トータル的な、量的な、ボリュームは小さいので、非常に金の中国の売れ行きは、現在、新設でございます、旧正月でございますので、現在売れてると思われます。この統計はまた、1、3月の統計は4月頃に出るはずでございます。改善はしていると思われます。インドの宝飾品に参りますと、インドの方も 42% 減で315トンと過去最低になりました。2020年もやっぱり中国と同じように過去最低になりました。ただ、第4四半期は減少が 8% 減まで前年比では回復してますので、だんだん回復はしているということでございます。春先から秋にかけての夏場は、結婚式が延期されてまして、新型コロナの影響ですね。結婚式が延期されてまして、秋になって、結婚式が再開したということですね。インドの宝飾品需要はこのように真ん中が凹んでおりまして、お椀型の形になっています。第4四半期は過去ほどではないですが、元に戻ってますということですね。これインドですね。間違いです。はい。政府保有金につきましては、中央銀行は珍しく売却の方が多かった時もありまして、トータル的には2020年は、減ったとはいえ、まだ購入の方は多かった272トンの購入になりましたということで、273トンですが、ただ前年比では 69% 減ですと。要するに高いから買わないことで、みんなそうなんですけれども、金の価格が高いから買わなくなったっていうのは、政府保有金も含めて同じでございます。投資家も、現在は、だから ETF につきましても売却が多いということは、高いところでは皆さん世界的に買わないわけですね。ですから今から金買うのはちょっとおかしいですね。売るかどうかはちょっと難しいところなんですけれども、また上がってくると思われますので、そろそろ底値っていうのは先週も申し上げましたが、どこが底値かを見極めるのはなかなか難しいことでございまして、これからの毎週の講義でも、どこが底値かを見極めたいと思います。いずれ、まだ現在ではなく、いずれ近い将来、そろそろ金は買いですよっていう時が訪れると思います。政府保有金はそういった状況で、これ、紫色は価格ですね。ですからこんなにへこんでますということでございました。この第三四半期は7トンのマイナスだったということですね。珍しいですね。全くないわけ、ここにもありますから全くないわけではないですけど。どこが売ってどこが買ったかという国別で見ますと、トルコはたくさん買って、インド、ロシア、UAE、カタール、カンボジア、キルギス、セルビア、台湾などが買いましたと。カーボベルデってどこにあるんですかね。ちょっと調べてみます。売ったのはドイツ、フィリピン、コロンビア、カザキスタン、ウズベキスタン、モンゴリア、スリランカ。ただ、モンゴリアとかスリランカ、スリランカは違います。モンゴリアとかウズベキスタンにつきましては、自国で生産した金を売却したということらしいんで、保有金を売却したというよりも、政府の管轄下にある、鉱山生産から発生した自国の生産の金を売却したことらしいですけれども。国別の金の需要は、1番が中国、2番がインド。インド、中国が逆転したのは2012年からですね。13年からですね。12年はインド、まではインドがトップだったんですが、13年から中国がトップになって、今年も、去年もですね、615トンと446トンで、相変わらずトップシェアは守っております。インドや中国で金が売れなかったと言っても、世界では一番多く買っているのには間違いありません。3番手がアメリカ、4番手がドイツ。トルコが伸びてきましたね。急激に伸ばしてます。イランは減りました。まだまだ6番手。ベトナムが買ってます。これも減ってますね。インドネシア、ロシア、タイ。タイはマイナスです。タイは売却が多かったですね。価格が上がったから売却した方が多くて、タイはネット売却国ですね。ということになってます。日本は5トンのプラスだったということですね。以上で金のお話はおしまいでございます。皆さんご清聴どうもありがとうございました。